久保さん、今回ソーシャンクの空っていう映画があるんですけど、そうにしましょうか。ソーシャンクの空のね、僕が好きなシーンが、うんこの排水口を100メートルか200メートルこう這いずりばーって、で、最後この出た瞬間、うわー、雨にがあって、うわーっていう、あれが好きなんですよ。あと、緻密にね、設計された、その脱獄までの緻密に設計された伏線。それに耐えるっていう計画を遂行するための緻密にこうちょいちょいこうやってたっていうのもあれもすごく好きで、多分ね金曜ロードショーで見たのかな、一番最初すげえ感動しましたね。まああれソーシャンクの空アカデミー賞受賞してると思うんですけど、結構もう名作だと思うんですよ。であれは本当僕ねなんか心打たれるものがありましたね。多分ね、無実の罪だったような気がするんですよね。あれ、刑務所に服役した理由も。確か。あそこから、今、悪魔長者合宿の、それに合わせるんだったら、自由を手にするためにね、もう、相当の苦労があって、そして最後なんかは、うんこにまみれながらなんですよ。でも、そうやって自由をつかむ。自由ってそうやって掴むものなんだなっていう、なんかうんこまみれになっても掴む価値があるんじゃないかなと思いますね。泥まみれになってもうんこまみれになっても自由の価値っていうのはすごい偉大であるっていう、だからうんこにまみれながらでも頑張れるっていうところも僕はあるし、まあぶっちゃけ僕が情報商材完全バイブルっていう本を出版するときに思ったんですよね。まあ正直一般的には情報商材やってなんかもう詐欺とかね、情報商材なんかクソだみたいな、もうクソ扱いされてるんですよ。で一般的にクソ扱いされてる本を僕は出すわけですから、なんかすごく感じるものがありましたよね。なんか俺は一生クソまみれで生きていくんだなっていう。なんか本当に腹くくったというか、多分変わんないと思うんですよ。5年後も10年後も、今 YouTuber の人とか、いっぱい発信してる人増えましたけど、やっぱたまに情報商材のキーワードが出てきて、やっぱ下に見られてるというか、情報商材詐欺だよねみたいな感じの、やっぱ多くの人がそういう風に発信してる部分もありますし、だから情報商材売ってるやつ、詐欺だよねと。なんかまあそういうふうに多分ずっと見られるんだろうなと。でもそれを受け入れたというか、ソーシャンクのそれじゃないですけど、うんこまみれクソ扱いされても、でもそれでも僕は自由に生きていくっていう、それでも人に何と言われようと自分の人生を生きる、自分を自由に生きるっていうのをくくった瞬間かなっていうのが今振り返ると思いますよね。そう。ただね、そんなクソみたいな本でもね、今お客さんで一人ね、言っていただいてる方がいるんですけど、まあ最近セミナー全然やってなくて、でもし吉谷さんがこのセミナーやる機会があったら絶対行きますと。で、サイン、まあ本持ってね、まあ本持ってるんで、本にサイン書いてもらいたいですって言ってくれてる人いるんですよ。だから一人でもそういうふうに、いまだにね、まあ僕が出版した時は出版記念セミナーでちょっとセミナー結構やってたんですけど、その時に、ね、サインとかもしてましたけども、もうね、サインなんかもう当分してないので、あれから5年ぐらい経って、いまだに出版してから5年経っても、一人でもね、サインもらいたいですっていうふうに言ってもらえるのはありがたいなと思いますよね。だって一般的にはそう思われてるわけですから、そんな中でもね、僕をこう慕って、そう、サイン欲しいと。だって僕のサインに価値があるのかっていう話ですよね。まあその人にとっては価値があるんでしょうけども、一般的には僕のサインに価値、大谷翔平のサインボールは価値はあると思いますけども、僕は一般的に価値がないと思うんで、だけど、その人にとっては価値がある存在で入れるっていうのは、まあありがたいですよね。まあその一般的には価値はないかもしれないけど、その人の価値であるっていう、まあいい言葉ですね。その人の価値であるっていう。これ、よくないですか、久保さん。その人の価値であると。いってらっしゃい。